こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ね、久しぶりにね、期待の若手選手の、スカウトの組み合わせやっていきたいと思います。ホセマリア・ヒメネス選手の組み合わせですね。アトレティコ・マドリーで、22歳の選手です。まあ、22歳ということだけあって、まあ、上限レベルが58まで上がります。そしてその時点での、総合値が90。ですね。はい、この選手ですけれども、ウルグアイアンダー20フル代表経験のあるディフェンダーで、2013年のアンダーワールドカップ、アンダー20のワールドカップで、2014年のウルグアイ代表 A 代表のメンバーです。でパワフルさが売りのセンターバックで、高さ強さを合わせ持ち、人に強い、スピードや、機敏性はあまりないが、パス出しは悪くなく、強いボールを前線につけることができる。で性格的に熱いタイプの選手ですね。はい、というね、まあ、この選手の、スカウトの組み合わせやっていきたいと思います。まずはですね、まあ、この選手なんですけれどもね、オークションなしで手に入れるのがちょっと難しい選手ですね。で、一応アトレティコマドリ、このね星4を落とすことができれば、アトレティコマドリ北中米南米センターバックで取ることができます。あとはですね、まあ、センターバックのところをね、星4、能力ディフェンスセンス、はい、これでも確定します。もしくはね、ジャンプと右足、ジャンプはこっちか、ジャンプ能力、ジャンプ、はい、ジャンプと右足ですね。星4、利き足の右足、はい、これでも確定します。それでもね、やはりアトレティコマドリというとね、結構人気銘柄の、スカウトでして、まあ、オークションでは高騰することが予想されます。まあ、それ以外ですと、ウルグアイ、国籍地域、アフリカ北中米南米、南米やね、ウルグアイ、あと、はい、ウルグアイと24歳以下、年齢24歳以下、はい、そしてですね、ジャンプ、これで2人まで絞ることができます。ファン・ラモスという選手ですけれどもね、ファン・ラモスはイタリア北中米南米、そしてレフトサイドバックで3人にまで絞り込むことができます。それはオークションなしですね。はい、ちなみに一応やってみますか。星3じゃないな、星1でいいんですね。これ白球なんで星1で大丈夫。在籍クラブの所属リーグですね、イタリアで、北中米南米、星1、北中米南米、地域、北中米南米、はい、そして最後星1、あ、この2つだけか、いや違うな、レフトサイドバックだと、星1、レフトサイドバック、どこにあるポジション、レフトサイドバック、はい、これでまあ絞り込むことができますね。はい、まあ、ファン・ラモス、どこやろ、おるな、はい、これですね。もしもこれでもしね、無理な場合、まあ、3つあればいいんですけどね、まあ、オークション使ってやろうと思ったら、チームと、レフトサイドバック、この2つだけでね、ファン・ラモスとは確定するんで、まあ、そこまでね、このスカウトが、高騰することはないと思うんで、まあ、1000GP ぐらいでね、それだったら手に入れることができるんで、まあ、いいんじゃないでしょうか。ということでね、今日は、ヒメネスの、スカウトの組み合わせやっていきました。よかったら、まあ、獲得してみてください。まあ、総合値90まで上がるんでね、僕は結構黒玉レベルぐらいの、まあ、いいセンターバックじゃないかなと思います。はい、ということで、今日もマイクラブ試合の方やっていきたいと思います。はい、それでは対戦相手の方が決まりましたのでやっていきたいと思います。さあ、まずはね、いつも通り相手のね、レートから確認しておきましょう。レート718ですね。はい、ということでやっていきますか。まあ、もう初めからね、ちょっと、チームをね、まあ、設定していくことにしたというか、まあ、あらかじめまあ、ね、先に入って、まあ、調子とか見てね、選手をね、まあ、スタメンをまあ決めていこうかなと、はい、まあ、ちょっと時間短縮ですね。はい、まあ、こんな感じでね、いこうと思います。まあ、そんな短縮できんかな。ディフェンスセンターバックね、ヒメネス使って、マンナンダが絶好調なんで使ってます。スアレスはね、相手は絶好調ということで、まあ、いい感じじゃないでしょうか。さあ、相手なんですけれども、まあ、そこまでね、まあ、チーム力高くないですね。もうかなり、まあ、黒玉の選手が いるか、一応いるわ、イスコとかね、いますけれども、まあ、そんなに
何やろ、脅威となる選手が出てないかな。あ、ハビエル・パストーレがあの位置、あ、なんか急に変わったぞ。お、まあ、なんせね、フィルミーノ使ってくるみたいですね。あ、フィルミーノってそこまで僕、引いてた能力何かちょっとわからないんですけどね。お、まあまあまあ、いきますか、とりあえずね。はい、プレイ分析データ。はい、ワイドポジション、カウンターターゲット、似てますね。はい、似てますね、これ。まあ、いきます。どんどんどん。はい、こんばんは。それでやっていきたいと思います。僕はのゲームチャンネル VS アトレティコマドリー、さあやっていこう。ですね、僕まあ、試合前になんですけれども、ちょっと週末の試合のね、まあ週末の試合と水曜日の試合かな、一応結構ねあれ見ましたね、ハイライトですね。はい、非常にね、ダゾーンいいですね。あ、やばいな、やっぱりちょっとね、実際のサッカーのね動画を見たら結構ね危ないですね、これは。ちょっと実際の試合のねやっぱり動画見たりしたら結構ねやっぱウイレ熱は入りますよね。そんなねがっつり見てないんやけど、ハイライトだけやねんけど。お、危ない危ない、何だそれ。あ、そうね、すぐついていくことが大事になりますね。まあ、やっぱりマドリーの試合と、バルセロナの試合で、あとはどこやったかな、マンチェスターシティか、シティと、他にはね、あー、まずいね。はい、それは読んでいる。 OK、 さあサイドへ、アセンシオ、アセンシオのゴラッソが決まった、あの週末のね、国王杯のね、ベストなんやろな、あれベスト8くらいなのかな、セミファイナルって言ってるけど、確か。危ないね、よし、背中で、危ない、絶好調、デロッシが抜かれてるだと、バカな、よしよしよし。いや、あ、まずいね、それ。OK、大丈夫。厚く守る。痛い、ちょっと、お前、ここでファールがありました。よっしゃ、早いリスタート。ルイス・スアレス。勝負か、スルーパス、さあ、来たぞ、自分で行く。いや、ちょっとダメか。なかなかね、まずシュートも出てませんけどね。うわ、まず。オッケー、よし、行こう。取ったよ。オッケー、ナイス。いけるか。ああ、ナイスナイスナイス。まあまあまあいいわ。とりあえずシュート打った。さあ、こんなキック、ちょっとね、相手ペースなんでね、早いとこ先制点取ってみたいけど、どうだ、あーっと、よし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 、結構攻めてるね、この時間になって。さあ、とりあえずでもね、来週のライブアップデートはまあ予想なんですけれども、結構絶好調選手多いかなといったところですけれどもね、なんせマドリーが結構対象で勝ったんでね。おお、ロベルト・フィルミノからパストーレ、危ないね、それ。浮かせたボール、待って、危な出しかけたけど、セルジ・ロベルト、はい、まずい、まずい、まずいわ、まずいわ、2人置き去りにされた。あー、まずい、 OK、 キーパーキーパー、よしよしよし、ちょっと動け。アキティッチにカーソルが変わらない、変わったけれどちょっと遅いね。スルーパスを出す、よっしゃ、いいよ。さあ、どうする、こちら、ね、フラするのが良かったか今。オッケーオッケー、大丈夫よ、見てるから大丈夫、取れるね、それ取ったね。あ、いた、それまずいな、この位置危ない、媒介します、よっしゃ、あ、ちょっと取られそう、あ、取られてない、めっちゃチャンスや、ほなチャンスや、あ、まぶちゃぶちゃぶちゃ、なんだそれ、来てねえよ。サネさんもなんかちょっと調子良さそうな感じやな、来週的に言うたら。アシスト決めてるからな、アシスト決めてるし、結構ね
まあ、あの誰やアグエロのゴールアシストしてんけ ど, どその前のドリブルも良かったからひょっとしたらまあこの後半両チームスコアは0対0です。はい、ちょっと待ってね。パスとレッグからボールが上がる中央。コントローラーがね、時々ね切れるんですよね電源。デロッシ、マルコサ選手、ルイススワレスからラキティッチ。ボールのところパス。ゴラッソいけ。あか。まあ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 。しかしボールは左へと逸れていきます。時期にね、前半このまま終わりそうな感じはするけどな。結局枠内は1本だけということか。オッケー、いいよ。取れる。ああ。ああ。あ、まずいなそれ。それまずい。今ちょっとボアティングでいくわ。止めるから。キーパー、よしよしよし。これも終わりかな。はい、前半終了0対0。まあね、最後の決め手に書いたかなという感じ。なんか知らんけど、まあ、試合率で負けてますね。まあ、後半はね、全てを奪い返しにいきましょう。それではいきます。はい、それではやっていきたいと思います。後半戦スタートです。まあ、相手ね、イスコと、第2カルバハルか。カルバハルじゃ、ごめん、嘘ついた。名前忘れた、誰やったっけ、誰か入ってきたよね。元バルサの、あの PSG の選手、パリ・サンジェルマンの、あぶね、あ、アウベスや、ごめん、アウベスやった。アウベスが入ってきてますね、後半からね。まあ、お決まりの、ね、勝利の方程式なんでしょうかね。可能性はあるよな。あ、取れなかった。よしよし、大丈夫大丈夫よ。うわ、なんで抜かれんねん、やばいな。取れる、よっしゃ。あかん、イスコに、よっしゃ、大丈夫。サイドのスペースを使います。オッケー、来た来た来た。抜けてくる、抜けた。オッケー、ナイス。よっしゃ、先制した。ええぞ。これをね、このゴールをね、ベールの時にやってやりたい。こんな感じでね、もうちょっと、なんやろ、ベールやったら鋭利に決めれるかな、鋭くね。さあ、選手上がってきた。前線は常に狙っていないと、この動き出しはできないですからね。そうね、マジ神ってる、イスコ。という瞬間でしたよね。よし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 、大丈夫。さあ、来ますか。パリ・サンジェルマン、先制1対0です。1点取った後っていうのはゆとりができて、いいね、そのゆとりがまた良いプレーサッカーっぽいですからね、今ね。2点3点と一気に行くケースもありますよね。サッカーっぽいというか、なんていうんだろう。ここはキーパー処理しました。ああいうね、裏を抜けるプレーとか、裏を抜けるというか、あのサイドでね、あの今セルジロベルトがやったようなプレー、あんなプレーをね、結構なんやろ、今週は見たかな、今週の試合ね、ハイライトを見たね。効果が現れてるのかなといった感じ。危ない、よし、うまい、ラキティッチ、いいよ。おお、よしよしよし。今何分、62分か、なんか音出ちゃってるな。もう1点取りに行きたいね、うちの携帯が、うちの携帯が、まだ守りに入るには少し、あ、いた、おっしゃPK やで。これはペナルティエリア内。さあ、誰が蹴る。パリ・サンジェルマン、PKのチャンス。あ、今週の試合は見てないねんけどね、なんていうの、今週の PSG パリ・サンジェルマンの試合見てへんねんけど、水曜日のやつ見たの、あのネイマールの5人抜きってやつ、あれすごいね。めちゃめちゃ話飛んでるけどな、多分な。デンベレ変えてインシーニエ出しますね。その辺かな。ユナイテッドの試合とか結構ね、あんま見ないんですよね。なんかね、さらに1点を追加し2対0としています。一応結果は分かった上で見るんで、でもまあ、そうそう、さっきのあの裏に抜けるプレー、裏に、なんていうの、サイドバック、サイドハーフ、サイドバックか、あれは。
あーごめんミスったけど、まあいいわまあええわ。シュート打とう思ったらパスだしようか。このやっぱね、この試合を見た後ってほんまにね、なんか試合、まあ、全部見てへんけどな全部は見てへんから何とも偉そうなこと言われへんけど、オッケー、オッケーいいよ。さあ、ああ、それよくないよ。守るわ。守るわ。行けよ、イスコに。イスコに行けよ。取りに行くわ。オッケー。さあ、ドリティコマドリー。取った、取ってないか。取ってへんやん。やばいな。サイド来るやろ。うわうまい、イスコさん。マジイスコ欲しいねんけど、ほんまイスコがね欲しいんですよ僕。欲しい選手で、まあ、ディバラをまあ紹介したと思うんですけど、ほんまはイスコが欲しい。でもイスコはかなり組み合わせ厳しいねんな、あれな。調べてんけど、マラドーナだとか。あ、どうしよう、こうする、こうしてやな。いや待てよ、マラドーナ帰るわ。ごめんごめん。マラドーナ中央で出して、ここにジェズスをね、入れてみましょう。ここにセンターフォワード出したらええねんけどな。セカンドアップになってまうわな。あんまり変わらんか？ジェズス真ん中にしよう、中央。で、スアレスを、まあ、こっち、セカンドトップの形で、こっちでいくわ。これでいくわ。あ、危ない危ない。あ、コーナーこれ。アトリティコマドリー、もう2本目のコーナー。いや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 、そうはいかんぞ。あ、いた。よしよ、しっかり守った。よし、最後までファイティングスピリッツを見せた。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、決めです。あーっとまずい、ちょっと待って、あっと危ない。ギャー、オフサイド。よーし、オフサイド、ありがとう。さあ、あ、スアレスがあっち読んねんな。ジェズスが中央やから。ルイス・スアレス、よっしゃ、いいよ。マラドーナ、あー裏のスペースへ。オッケー、いいよ、いいね。いいよ、西に。どうする、あ、いい展開ですね。さあ、シュートに行くのか。いたっ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 た、いてててて、はい。そこまでゴール前に人が集まってしまうと、シュートコースがなくなってしまいますよね。うわ、来たか、そう来るか。でも早いですよ。自分で行く。スペースへ出す。そうは行くかってんだ。セルジロベルト。さあ。マラドーナ。ああああ。よし、オッケー、ナイス。ヒメレス。ナイス、ワンワン、危ねえ。イスコ、マジ神やばい。この試合ですでにアシストを記録しています。いいよ、残り5分、危ねえな、それちょっと危ないな。あー、フィルミノ、危ない、やめろ、危な、ちょっと待て、よいしょ、危な、書き出したなんとか。さあ、このまま3対1で勝利したいところ。おい、それです、痛えな。よしよしよし、ラクティッチいってる、大丈夫や。おいおい、走れ、おいおい、それ出る、オッケー、だっとダメ、大丈夫。でも2人に囲んで取った、よし、いいね、いいね。ジェズス突破、突破してる、痛えな。よし、3対1、いいね。サネ、ラクティッチ、スワレス。まあ3対0になった時点でね、結構まあ安心して見てられたかなと思います。さあ、試合をご覧になってのコメントをお願いします。パリサンジェルマンとしてはいい勝ち方をしましたね。レンベルの最初のシュートやね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に、いや、よかった。後半ね、まあ、攻撃陣がね、うまく活躍してくれて、はい、ありがとうございます。さあ、一応ゴールだけ見ようかな。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は、そうそう、サイドに回り込むプレーをあの選手がやっとって、あの誰やったっけ、ありがとうございました。
リサンジェルマンが3対1で勝利しています。あの選手誰だっけあムバッペがね、あのネイマール、あの週末の試合、週末じゃないけれども週末じゃない、水曜日の試合か、水曜日かどうかわからないけど、あの中日の試合ねにやっとってね、まああいうのあすごいなと思ってね。でしかも最後ね折り返さんとね、まあ誰やったっけ、あカバーニーがフリーやったんかな、まあ、カバーニー目取ったけど自分で行ったみたいなね。相変わらずね、まあ、スワレスさんのゴッツァンゴールとかこう見たで、なんせやっぱりメッシは異次元やな。あ悪いとったもんな、バイタルエリアでな。あんなんでもマドリーではなんかあんまりないもんな、ああいう落ち着いた感じの人うん、あのバイタルエリアで歩けるような、すごかったな。でもあるせいな強いな。はい、ということでね、まあ今日はねこの辺で終わりたいと思います。はい、まあ次回ね、ガチャ券、ガチャ券というか、まあ3連勝してね、あとこれ実は2連勝目なんですけどね、まあ次回、3連勝してね、回したいなと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。